よろしくお願いします。お願いします。横浜国立大学の副島優子です。大妻女子大学の鎌田恵理子です。はい、今回はですね、今世間で食品偽造や自己米ですねが話題になっていると思いますけれども、お前か、私じゃないです自己米というのは海外から工業用に使用することを限定して輸入されたものが食品用に転売されてしまったということなんですけれども、やはりもう最近もう家庭、自分の食卓の中にもすごい危険が迫っているという感じがしますよね。何信じてるか分かんないよ。そうなんですよ。でやはり安全なものが一番ということで、私たちは今回今が旬な、あれを、旬な収穫時期を迎えているものをやってきました。なんだ、はい、今収穫時期、はい、秋だからね、はい、なんだというのは稲刈りなんですよ。その場所というのはミンテレファミリーでおなじみの食べる花の加藤花園の加藤局さんにお願いしました。はい、私たちも、はい、体験してきましたので、それでは VTR どうぞ。こんにちは、今日は2人に稲を買ってもらいたいと思います。ちょっと他のになるか分かんないですけど、はい、頑張りたいと思います。というか加藤さん、はい、加藤さんってお花を作ってましたよ ね。稲もやってるんですか。稲もやってるよ。わ、お稲もあり、はい、野菜もありですからね。じゃあ今日はちょっと、ね、みんなで頑張りましょう。それでは今日ご指導していただく方をご紹介します。あれだ、しげちゃん。しげちゃん、こちらが今回お世話になった加藤さんのご主人、しげはるさん。え、旦那さん、繁忙期にもかかわらず取材に協力してくれました。今日はよろしくお願いします。優しそうな人だな。またお米の品種は関東の気候にあった絹光、見事に稲が穂を垂らし私たちを出迎えてくれました。早速ですけれど、はい、稲刈りをやっていただきたいと思います。はい、それで稲を刈るにはこういった鎌が必要になりますので、はい、刃物なんで、はい、くれぐれも自分の指を切ったりしないように気をつけてください。はい、気をつけます。ね、シャキーン、シャキーン、怖い怖い怖い気をつけてよ。はい、ではこっちに行って、はい、やりましょう。どうやるんですかこれ。まずですね、はい、稲の株高、一株かあるでしょ、はい、まとまり、まとまりを持って、はい、で、手前に引くと前に、うん、こういう感じで、こう、ジョリッと引く感じでね。ジョリッ、うん、そう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 。おー、大丈夫ですか。あ、上手上手。おー、行きました。うまいね。まだまだ永遠とかにしてる。そうですね、こんなにいっぱいありますからね。じゃあ、行きます。どうしよう、これでいこうかな。日が切らないよ。切れない、切れない。怖いよ。おー、危ない。しょっぱなからのあわやの大惨事。おー、刺さってるじゃん。危ない、頼むよこれ。まずか3人、寸前のところでギリギリセーフ。危なかった。一方私鎌田は稲刈り初挑戦にもかかわらず早くもコツを掴んじゃいました。副島さん、なんとかと刃物は使いようです。あ、農家にお嫁行けますか。大丈夫大丈夫。うまいね。そんな副島さんはというと、どこ行って美味しいお米も食べれるし。あ、そうですね、それいいですね。副島さん、ずっと喋ってばっかりいるんですよ。私ばっかりずっとやってるんです。どうですか、ちょっと副島、米が似合う女みたいな。完全暇つぶしてる。後ろから玉刺してる。本当に副島さん、ちゃんとやってくださいよ。そうだそうだ。やってるよ、やってるよ。カマカマ、危ない。やってるよ。怖い怖い怖い。カマ危ない。俺もやろう。二人も代々農業を営む加藤家は重春さんで4代目を数え、およそ100アールもの広大な土地で米作りを営んでいます。田植えや稲刈りが始まると家族総出で作業するそうです。中腰だしね。昔から伊勢原市は稲作が盛んに行われ、肥沃的な土地と相模川の豊富な水源に恵まれ、美味しい米が取れるそうです。そうか、川大事だ。ここはどうして倒れてるんですか。よくできた証拠といえば証拠なんですけど、はい、少し肥料が多かったり、あと自然に災害に台風とかね、雨とかに、打たれて倒れてしまったりとかっていうことがあるんですね。これは何なんでしょうか。この稲の稲が早くに倒れてしまって、はい、稲が稲と稲が重なって一番地面に近いところっていうかね、うん、にいると水も温度も十分あるから、こういうふうに
本になってるのにここから芽が出てきちゃうんですよね。生命力がやはり強いんですね。そうですよね。ただだからこうなったらもう食用にはできないので、商品にはならないんですけどね。日頃からあのお天気とかはやはり常にチェックしてるんですか？そうだよ、やっぱりお天気、長期予報とか、まあ日々の1週間また日々のね天気はすごくやっぱり気になりますよね。収穫時期にちょうど台風が来る時期とまた重なっちゃいますよね、そういうのもやはり毎年苦労されてるんですか？本当ですよね。ぜひこの時期はもう台風だけは来てほしくないので。八体にはこの後天日干しをします。でしばらく稲刈る時まで置いておくと。一日だけの稲刈りではその大変さを学んだとは言えませんが、初めての経験でとても楽しかったです。取れました、いかがでしょうか？あの田んぼが本当に草がねたくさん出たりして買いにくかったのかと思うんですけど、あの本当に怪我もなくねよくやってくれたと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。そして取れたての新米をスタジオに持って帰ります。お楽しみに。いいね。これは私たちが買ったお米なんですよ。え、すごい、カモダが買ったやつでしょ？これね、カモダと添島が買ったお米です。私が買ったお米です。添島もやりました。はい、そうです、あの時に取ったやつの。これまさに、あの、あそこで精米してくれて。そうです。平成20年度新米ってことだね。そうです。いただきます。ほんとあったかい。焦げまで入れてくれて、おお、一粒一粒しっかりしてるな。あ、ちょうどいいね、甘み、粘り、色つや。お米って結構香るんですね。ね、新米は本当美味しいよ。あー、うまい。本当にこれ何も入れてないでしょ。何にも入れてないの食べれるっていうのは本当にこのご飯の甘いね、美味しい証拠だね。いやー、甘い、美味しいね。日本人でよかったね、これ。でやはりあの普通だとあのいろいろなところを経由していくので、あの、できたものから皆さんの食卓に行くまで数週間以上は必ずかかってしまうんですね。けどこちらですとあの直売で、あのこれも買ったばかりのものをあのすぐ新鮮なまま食べれるので、やはり味が違うと思いますね。本当うまいな。美味しい。何にも入れてないのに、なんでこんなに食べ続けられるんだろう。もう一杯取れたての新米だから違いますね。美味しいですね。でもやってみてどうでしたか？やってみて、初めてやったんですけど楽しかったんですけど、やっぱり流れが分かるので安心して食べれるなと思いました。実際自分があそこにね立てば、こういったところで育ってる米かと思えばね。やはり何ですかね、そのお米を取る大変さっていうのもすごい感じましたね。あれだけさ、だって広い敷地、まあもちろん今機械でね飼ってるところもあるけど、もしこれ手でしかも一人一人の作業と思ったら、このご飯一杯の米取るのにどんだけってことでしょ。そうですね、大変だと思います。こういうの気づい、やっぱやらないとわからないもんな。もう腰も結構大変だった、次の日は。そうで、もう私すごい腰が痛くなってます。絶対嘘。まずね、そう、最初は似合ってなかったわ、ママが。何をおっしゃいましたか。米がもうバッチシ似合ってたじゃないですか。似合ってた。なんかね、カマが狂気にしか見えなかった。ちょっとね、ちょっと違う憲法の人だったもんね。県民コメンテーターの木村さんはいかがですか？あ、いや、やっぱりあの神奈川の地場で採れたあのお米っていうのは美味しいなと思ったのと、今ちょうど横浜ウォーカーで、あの私が担当している企画で神奈川で採れた野菜やお米を使ったあのレストランっていうのをちょうど企画で今集めているので、皆さんがこれだけあの地場で採れた食材について関心があるっていうことが分かって、私も編集者としてちょっと勉強になったと思います。でもいいね。いや、そういったところでこうね、同じ店選ぶんだったら、あ、地元のところでっていうのはいい感じに、ね、なるかもしれない、これからね。
で VTR にも紹介しましたが、うん、加藤さんのところで作っている絹光と里自慢は神奈川ブランドとして登録されているお米なんです。あ、今日今食べていただいているのも絹光です。神奈川ブランドっていうのは何ですか？はい、神奈川ブランドというのは、皆さん山ゆりポークとか湘南レッドとか聞いたことがある、はいはい、知ってると思うんですけれども、うん、JA 神奈川県中央で品質などを見て選出された食材になりますね。いいじゃない、このもっとさ地場ブランドのものもまた探してよ、うん、なんか気になるもん。全部地元のものだけど、ほら前カレー作ったことあるじゃない、うん、そうです ね、うん、そういったことが可能になるもんね。ではその加藤さんのところの情報です。加藤さんのところでは直売を行っています。品種は絹光と里自慢です。お問い合わせは 0463-93-2572 加藤さんまで、こちらまで連絡してください。はい、そうなんですよ。で数に限りがありますので、その何十キロもっていうわけにはいかないんですけれども。じゃあ副島さん、神室さん、ありがとうございました。ありがとうございました。